これ託すという字を書いてノックを打ちました。前に進むって言ったもんな、はい、心の目を開いてな、しっかりな、病気に負けんなよ。ずっとこれからも生きていくわけだから、生きていくためには野球の持ってる特性を生かして、まあ、生きていってほしいということを、まあ、彼らにちょっと伝えたいなと。自分だけ悔いが残ってるんだとかそういうことじゃない。どんなスポーツだってそうだ。思いやりがないやつは何やってもダメだし、誰か助けてくれる人がいるからね、いろんなことができる。高木豊のラストノック、はい、いよいよノック打ちますね。泣いても構わない。その涙には付き合える準備はしてるね。でもう本当に悔いが残ってる人、一歩前に進みたい人、ね、託したい人、まあ、いろんな話が聞けた。その思いの丈をマウンドで大きな声で喋ってください、ね、そしたら打ちます。 OK、はいはい、待ってる人は座ってていいからね。ノックに使うのは豊さんが面接時に思いを乗せたボール。選手たちは一日を通して何を思ったのか。いよいよ選手たちにとってのラストノック。抱えてきた思いをここで断ち切ります。はい、じゃあ1番、はい、行って行くよ、はい、いいか、はい、伝えてくれ思いを。皆さん、私は小学校卒業時にケツバットが嫌でという本意な気持ちで野球をやめてしまいました。はい、とてもやはり今もその光景はございますし、はい、すごく、後悔をしております。まあ、本日は憧れの豊さんから最後のノックを願っているので、今後も野球は死ぬまで愛し続けたいなと思います。はい、最後のノックお願いいたします。もうそれだけでいいか。大丈夫です。大丈夫か。はい、よし、行くぞ。お願いします。じゃあ、しっかり取れよ。はい、はい、OK、 ありがとうございました。よし、今日はあの憧れの高木豊さんということで、お会いしたいということで、来ましたけれども、一日、過ごさせていただきまして、改めて野球の、素晴らしさ、それと、今まで自分が後悔してたこととか、いろんな形ですごく思い出になりましたし、また今度の人生によって楽しく生きていけるというか、すごく皆さん含めてお会いできた縁という、豊さんに縁という形でいただいたんですけれども、とても心に残る人生でした。今後もご縁を大切に生きていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。高木豊チャンネル応援しております。ありがとうございました。はい、次、はい、さあ、何が言いたい。私は野球ができる環境にありながら大学4年生の春で引退してしまいました。もうその後悔が未だに約20年近いですけどあります。しかし私の子供たちが野球を続けやりたいということで少年野球に入りました。豊さんにノックしていただいて、自分自身の野球の思いはこれで区切りをつけます。あ、私はこれから子供たちの野球の伝道師になります。豊さん、最後のノック早いのでお願いします。託せよ、ちゃんと子供に。はい、行くぞ。お願いします。はい、さあ、おう、オッケー、ありがとうございます。はい、ありがとう。本当に今までの野球人生の中でも一番思い出になった日ですね。素晴らしい球場と、であとノック打ってくださったのが高木豊さんだったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に短時間で今日は初めて会った皆さんとこう仲間になれたような、なんかやっぱり野球っていいなって思いました。
はい、次、はい、普段はい、豊さん、自分は高校生の時に歯科医師という道を選ぶために野球を半ば諦めました。でも大学に入ってやっぱりもっと一流でやればよかったという後悔があります。豊さんの話を聞いてやっぱりもう自分は限界があるなと感じました。なのでこれから自分は歯科医師の立場として小さい子供であったりとか野球してる少年の怪我した時のフォローができるようにその道で一流になりたいと思います。 OK、 最後の句お願いします。よし、耐えられる先生にちゃんとなれよ。はい、いいか。はい、はい、お願いします。 OK、 ありがとうございました。はい、始まる前はノック受けてそんなに変わるかなっていう気持ちがすごいあったんですけれども、直接豊さんと面談だったりとか話して、その後こう直接ノック受けることですごいこう自分の中でこう考えることもあって、でなおかつ一番最後にこう自分でこう宣言というかそういうことをすることで本当にこう自分がこれからやらないといけないことであったりとかっていうのが本当に周りに伝わるように言ったので、そのためにこれから頑張らないといけないなと改めて思いました。すごい出てよかったなっていう気持ちの方が今大きいです。はい、次、太陽。はい、元気出して言えよ。自分は、幼少の頃から野球一筋でやってまいりました。度重なる手術を経てお医者さんにもやめておいた方がいいと言われた時もありましたが、日本の高校野球でまた少しアメリカの野球で、やってきましたが、第二の人生を歩む決断をいたしました。セカンドキャリア頑張っていけるように自分自身戒めたい気持ちで今日は豊さんに会いに来ました。はノック一本お願いいたします。はい、まあ心細いだろうなっていうのはね、言葉も環境も、ね、だから一人でポツンといる彼の姿も見たことあるし、それは夢と引き換えだって言われても、やっぱね辛かったろうなって思うね。ようアメリカで頑張っとった。いえいえ生きれよ。はい、はい、お願いします。さあ、ありがとう。こんな素晴らしい野球場で、まあ僕の中で引退試合のような引退練習のようなことをさせていただきましたことに大変豊さんはじめスタッフの皆さん、まあ、感謝いたしております。ありがとうございます。久しぶりにグラウンドに降りまして、いつ来てもいいものだとも思いますし、まあ、僕自身はもう遊びでもそんなにすることっていうのはなくなってきましたが、やっぱりずっと野球は見て興奮して昔変わらずしていきたいなと、そういう気持ちを忘れずにしていきたいなというふうに思ってます。どうだろう。はい、どうだろう。はい、思いは、はい、自分は高校1年の時に、前作の中と、まあ、仲間とちょっと会わずに、高校途中で高校野球を途中で諦めることになり、父は、最後までやらせてくれよというふうに考えてたようですが、その期待も裏切ってしまい、自分の中では申し訳なさとちょっと後悔が残ってました。なので今日ここで振り切って、そしてこの場を借りて父と母に感謝を伝えたいと思います。ありがとう親父、他、ゆかさん、最後のノックお願いします。気ね、いや気持ちがすごく
まあ、大事なことが分かってる人だけども、少し気持ちも優しい部分がたくさんあるのかなって。でも向かっていかなきゃいけない時もあるというね。まあ、それも感じたし。だから、こう気という、ね、一時をちょっと送りたいと思います。はい。いいね、お前。はい。感謝する気持ちがあって。な、ほんとずっと思っとけよ、感謝もな。はい。はい。チャス！Okay, that's more. Nice job. はい。すごく楽しかったです。野球って楽しいんだなって思いました。あとまあ普段両親には照れくさくていないですけど、感謝も気持ちも伝えられたかなと思います。やっぱいいですね。あのスタンドで見ているのもいいですけど、やっぱりここに立って実際プレーするってのやっぱりいいですね。本当に最高です。はい、辰徳。はい。はい、ゲイ。さあ、辰徳。はい。はい。自分は辰徳という名前の偉大さに学生時代負けていました。でも今はその辰徳という名前を親からもらってとても感謝しています。学生時代最後ぎっくり腰もあり辞めてしまったので、ここでしっかりけじめをつけて終わりにしたいと思います。今は美容師をしているので、これからの若い世代などにも野球の楽しさを伝えられたらいいなと思います。ゆたくさん、最後のノックお願いします。これはね、腹ですよ。漢字が違うけど、本当腹、え？いや腹、まあ腹たつれの腹と、はい、ぎっくり腰ってさ、俺も経験あるんだけど、うん、もう医者から常に言われることは、腹筋やりなさい、はい、腹を鍛えなさい、はい、その腹、あ、そっちの腹、腹と腹をかけたこっちの腹にしました。わかりました。腹筋鍛えなさいみたいな。そうです、ね、うぎっくり腰になってる場合じゃないよみたいな。そうですね。ね、はい、腹を張ります。その名前には感謝してるか。はい。よし、行くぞ。はい、はい、OK、ナイスボール。ありがとうございます。想像以上になんかすっきりした感じがあって良かったです。まあ、話聞いていただいたのと、まあ、自分の動きっていうことも再確認した中で、まあ、すごく吹っ切れたなと思いました。思いのほか本当体も動かず、まあ、でも本当にいい思い出になりました。4人、はい、行け。はい、さあ、なんだ。自分は高校2年生の時に肩を怪我してしまい、野球を途中で諦めるということになりました。はい。その後は高校生ながら人様に言えないような荒れた生活を送り、いろんな人に迷惑をかけてきたと思います。まあ、そんな自分でも今でも野球は大好きですし、今年ヤクルトがめっちゃ強いので野球楽しいです。豊さん、はい、もっと自分に野球を楽しませていただけるよう最後のノックお願いします。ちなみにヤクルトファンか。はい。まあいいや、オッケー。はい、行くぞ。はい、新しい一歩を踏み出すんだな。はい、オッケー。はい、はい、オッケー、ナイスボール。はい、そうですね、まあやっぱり昔と比べると体を動かすことはまあ大変でしたけど、まあ、気持ちだけは少しでも20年前に戻れたんじゃないかなと思います。まあ、今までいろんなことがありましたけど、まあ、今日という日を、まあ、新しい糧に、これから新しい一歩を、まあ、力強く歩んでいけそうな、うん、そういう一日になったかなと思います。はい、こう、はい、はい、ゲイ、はい、お願いします。じゃあ、こう、はい、何が言いたい。野球という道では、まあ、4番打ってた仲間とか、まあ、エースで、ちょっといいですか。いいよ、時間かけてもいいから、
しっかり言いたいことは言え。野球という道では、4番を打っていた仲間やエースを敷いた仲間やキャプテン副キャプテンに、最後の試合だけでも出れるようにと監督に詰め寄ってくれたり、2軍を作ろうと僕が副キャプテンに行った時に蹴ってくれる仲間がいました。その仲間に、すごく、感謝します。そして今日もここにいる仲間たちと短時間でありましたが野球がしっかりとできて自分もすごく楽しかったです。ここで野球の道では輝くことはできませんでしたが次の道でしっかりと輝けるように野球の道を野球というスポーツを好きなのでこれからもたくさんの人に楽しさを伝えていけたり奥深さを知っていただけるような人間になれるようにこれからは精一杯頑張っていきたいと思います。はい、最後の一球よろしくお願いします。ね、やっぱりこう新たな道に進むんでしょ。でやっぱり極めてほしいしさ、だから頑張ってほしいなと。次の道はそのまま続けて極めてほしい、ね、まあまあそうだね。だから道という言葉を送りたいと思います。野球を通じていい仲間と出会えたか。はい、よし行くぞ。はい、お願いします。見えるかボール。見えます。はい、おー、ナイスボール。まあ野球の道では成功できなかったなって自分自身思ってるんですけども、しっかりと次の道ではまっすぐに順調に行くことができるように頑張っていきたいなと思っております。はい、行くぞ。はい、大きな声で言え。よっしゃ、何年間さまざまな人に助けてもらって ずっと大好きな球をやらせてもらいました。はい、いいよ、泣いていいからしっかり喋れ。本当であれば、今もずっと大好きな野球をやっていたかったです。ただ、この目のせいでずっと大好きな野球がやれないのが辛くて、ずっと諦められませんでした。はい。最後に豊さんのノックを受けて プレイヤーとしてではなく他の道でずっとずっと野球と付き合っていきたいと思います。 OK、 最後の OK お願いします。よし、行こい。しっかり取るよ。はい、おお、ナイスボール。ありがとう。さまざまな人がいるからずっと接してたらその人となりっていうのは分かるけども、今日会って初めてノックした割にはみんながちゃんと伝えてくれたし、みんなの気持ちが伝わったし、やっぱり相当な思いというかここに来てノック受けたいって思うぐらいだから、その思いっていうのは深いと思うし、だからそういう意味では少しでも力になれたらというふうに思ってね、まあずっとこれからも生きていくわけだから、生きていくためには、まあ、何が野球の持ってる特性を生かして、まあ、生きていってほしいということを、まあ、彼らにちょっと伝えたいなという。最後は豊さんのラストミーティング。これ君が受けたボール。宝物します。ありがとうございます。縁があるからね、名作をして、ね、うん、はい、ありがとうございます。はい、子供に託したか。はい、ね、これ託すという字を書いて、はい、ノックを打ちました、はい、ね。
はい、受け取って。はい。はい、頑張って。ボールは家族全員が見えるように書いておきますので、うん、お願いします、はい。ありがとうございました。はい。はい、はい、司会、はい、頼りになる先生になれ。ありがとうございます。な、はい、頑張れよ。ありがとうございます。はい、お前笑顔がいいね。ね、はい、本当に。な、はい、いろんな人に期待できるように。よし、うん、頑張って。ありがとうございます。お前は過去に引きずられてる確率が高い。はい、そうです。ね、はい、進むという。はい。前に行け。はい。進んでいけ。はい、ありがとうございます。な。頑張れよ。はい。ね。はい。さあ、来い。頑張れ。ありがとうございました。頑張れよ。あ、頑張れ。じゃね、心って書いた。いろんな目がある。な、心の目開いて。な、しっかり。ね。素直になるってな、病気に負けんなよ、はい、分かった、はい、ありがとう頑張れ、頑張れよ、はい、はい、君は、はい、木と書いた、はい、ね、でも感謝する気持ちはすごくね、大切にしてね、気持ちを強く持って優しすぎるな、だから気持ちをしっかり持って、はい、な、前に進め、はい、分かった、はい、ありがとうございます、はい、頑張れ、はい、ありがとうございます、はい、腹立つのりの腹じゃなくてお腹の腹、はい、何でか分かるか、腹筋だ、俺もものすごく腹筋鍛えた、はい、ぎっくり腰2回になった、でも頑張れたのは腹筋を鍛えたから、はい、だから腹って書いた、ね、腹鍛えろ、はい、な、はい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、はい、はい、やんちゃ坊主、はい、坊主じゃないなでもやんちゃやめるって約束したもんな、はい、前に進むって言ったもんな、はい、だから歩くと、はい、ね、はい、これを君に託します、はい、ありがとうございます、ね、はい、頑張って、はい、ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございました、はい、はい、最後、はい、君は野球の世界から、はい、ね、別の世界に行くって言った、はい、ね、話してくれた、教えてくれた、だから道と書いた、ね、極めてくださいよ、ね、はい、ありがとうございます、はい、頑張って、どうも、ね、はい、しっかりと次の道へも豊さんの素晴らしさだったり野球の素晴らしさだったり伝えていける人間になれるように頑張っていきます、はい、頑張れ、ありがとうございます、はい、ありがとう、俺は一応野球を挫折しないで、ね、やり遂げたという人間かもわからない、君たちから見たら、でも高校野球の時にあれだけ出たかった甲子園に出れずに、プロ行ってあれだけ優勝したかったのにできなかった、まあ、それぞれみんな違う国だけども多分残してると思う、だから自分だけ挫折したんだとか自分だけ悔いが残ってるんだとかそういうことじゃない、ね、みんな多かれ少なかれいろんな後悔失敗を重ねながら生きてる、で失敗がなければ大きな人間には絶対ならない、一流になる人っていうのは挫折から始まってることが多い、だから自分を責めるな、前を向け、ね、そうやって生きていこうよ、野球で俺が教わったことは思いやり、どんなスポーツだってそうだ、思いやりがないやつは何やってもダメだし、一人じゃ生きていけない、誰か助けてくれる人がいるからね、いろんなことができる、これからも前を向いて進め、もう振り向くな、振り向いた時には楽しいことがね、広がってるようなことにしとけ、ね、嫌なことは忘れろ、前を向いてね、しっかり一歩ずつ進んでいけば道は開けていくから、今日は
みんなに会えて、いろんな野球を思い出した。すごく走馬灯のように頭の中に思い出して、すごく心が洗われたような気がする。私からもお礼が言ってありがとうね。でもこうやって知り合えたことは本当に人生の中の友達でもあるし、仲間でもあるしね。これからもいい関係でね、前を向いて進んでいきましょうね。ありがとうございました。はい、チーズ。高木豊のラストノック。今回参加した9名の選手はノックとともに過去に野球で残した悔いを晴らしました。